はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15体験版、エピソード出すか。今回は洞窟探検、やっていきたいと思います。で、また前回からまたちょっとだけ、まあ、1、2レベルぐらい、上げておきました。で、洞窟、さっきっていうか、あっちの方にある、チョコボとかがなんかいろいろ、あそこのショップの、椅子のなんか張り紙に、モンスターからのアイテムの盗難被害相次ぐとかなんかあったので、それはなんか洞窟内、なんか近々洞窟閉鎖予定とかあったので、多分洞窟の中にアイテムを盗んでくる敵がいるんじゃないかと。こいつらやっちゃおう。最後だ。お前もな。オッケー。いい感じだ。あ、頭骨もいる。で、兄貴の体力が2000を超えていた。OK、頭骨はまだいるか。いるな。すまない、死ぬんじゃねえぞ。ハリーでソニックスローってなんだ、そりゃ強い。倒れた足だよ。お前もな。立て直そう。倍返しな。で、頭骨があと少し。オッケー。あとちょっと。ロックオンモンスターのね、切り替えがうまくできないので、うまくロックオンを。ほんと頭骨すばしっこい。あ、頭骨じゃないな、頭鉄だ。オッケー。先を急ぐ。こんなもんって感じか。洞窟がこの先にある。もうエンカウントはいいかな。あ、そういうわけにもいかない。頭骨がたくさんいるな。やるっけね。あ、めっちゃ頭骨いる。MP はなるべく取っておきたいな。ここには人造兵は降りてこない感じかな。ん、あれ、まだいるけどモンスター。 OK。テンペスト。めっちゃ投稿作るな。最後だ。オッケー、やっと倒した。ノクト、それなり。洞窟はそこか。なんかある。金属片。なんか青い蝶々みたいなのが飛んでる。こんなとこに何の入り口だ。いわくありげな雰囲気だな。絶対なんかいるでしょう。怖っ。貧乏人の手裏で稼ぎ、フォッシオ洞窟に行く。洞窟の奥まで探索。やばいな。また強いモンスターいるんじゃないか。しゃ、行くぞ。迷子になんの。わあ、黒い。黒いじゃないや、暗い。かなり深いよ。ついてきてるみんな。何事。うわ、
イグニス避けて。ちょっとみんな固まんないで、取れない。ちょっとそこにいたら。こういう怖いとこ嫌なんだよ。わあ暗い。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。あ、なんか落ちてる。おい、ノクト、何かあるぞ。マップ今どうなってるんだこれ。あ、こういう風になってんだ。深いな。めっちゃ深いぞこれ。こっちにもなんかあるか。あった。で、そこにもなんかある。潰れた懐中で懐中時計。進む。兄貴通れんのこれ、ここ息苦しくなってきたよ。ここまた元基地、元来た道を通って帰んないといけないのか。静かに。え、え、何何、なんかいる。君が悪いな。油断するなよ。あ、これゴブリンじゃないか。え、BGM が変わった。全然滑った。よし、ほら、最後だ。とどめ。倒した。あれ、ゴブリンってこんな硬いやつだったっけ。くってやつだな。予想通りの結果だな。だけどこのボーナス、このボーナスのパーセンテージで、ボーナスのパーセンテージで相当経験値が上がるので、まあ、モンスターを置いたら素早く倒すっていう方が、たくさんのモンスターをあの相手するよりも効率がいいと。かがめば通れるか。頭を打つなよ。でゴブリンがまた来そうだな。あれ、イグニス毒ってる。イグニスが毒ってる。あれ毒ってるけど。あれアイテム使えないや。あれどうしたらいいんだろうこれ。あれイグニス助けられねえ。これはいいのか別にこれで。あ、シフトブレイク。さあゴブリンと全力戦闘だ。あ、これが毒か。テンペスト連発。まずいな、ちょっと毒消し。イグニス。待て、毒めっちゃ食らうなこれ。やられちゃうなこれ。ハリーでクレセント。あー、まずい。まずい。どうしようかな。使った方がいいか。やっぱ毒消しで、ポーション。お、落ち着いてやっていこう。で、ノクト以外みんな毒だこれ。あ、プロンプトが切れた。さあ、やはり若戸にはめる。油断はしないで。悪いな。
オッケー、まだいる。ドレイン剣 HP 全回復。オッケー、ボーナスゼロだから少ねえや。まだゴブリン強いな、数だけ来られたら。こっちは降りちゃまずいね。こっち行こう。仲間にはポーションも何も使えないから、扱える。でポーションも使ってあげる。ポーション少なかったかな。よし、マップを見てみよう。まだまだ遠いな。まだ行くの？またいたか。あ、洞窟内だとなんかシフトブレイクのモーションが変わってる。あ、一体だけだった。あれ、一体だけか。おっ、どっ、びっくりした、めっちゃびっくりした。この野郎。オッケー。モンスター全部倒しきってないのに、この経験値が出ちゃうのは何なんだろう。さあこの先に行こう。あ、戻っちゃったのか。なんか落ちてる。敵もいる。おい、後ろだ。テンペスト。さあウィーク、ウィークが一番クリティカルで当たる。毒消しゲット。ちょっと兄貴邪魔さい。オッケー、ここ降りていくのか。言われてみりゃ、そうなんだよね。今これどこ歩いてんだ。いや、この先でいいのかな。こっちになんかあるか。あった。行き止まりだ。金属片。で、これ人に突っかかる、人に突っかかる。そこ通れそうだぞ。ここは行こう。うっ、え、ちょっと待って。なんてこった、めっちゃ来た。テンペスト連打。めっちゃいるな、まだ。待って、なんか詰まってる。あれ、なんか突っかかってる。オッケー。めっちゃいる。大丈夫か、これ。めっちゃいるな。あ、やるっけねえ。もう一回テンペスト。ノー、あ、ポーションが盗まれた。待って、イグニスが兄貴が助けた。
かりしろ。何体倒したいって。オッケー、やばいなこれ、難しいぞ。こっち行こう。待ってよ、彼らに毒消し使ってあげよう。毒消し結構拾ってたか、もしかして。でこっち進む。ちょっと装備、こっから出たら変えてみようかな、なんか。もしかして今、ドレイン剣の攻撃力弱いやつが、装備されてたかな。ん？待って、剣あるよ、なんか。ん？え、これもしかして。あ、そういうわけじゃない。どうしようかな。ツベハンダーでいこうか。あれ今拾った MP が最大の時、ファントムソードが発動できます。剣に囲まれている時、能力が飛躍的に上昇します。あ、ファントムソードってなんかトレーラーで見たら、なんか剣がどんどん敵に向かって飛んでく。ちょっと待って、何事。プロンプト？プロンプトどうした？あれ？こっちがいけないのか？今どこにいる？あ、遠回りの方になっちゃったのか。うん。プロンプト死んだ？あ、明るい。無事か？おい、返事しろ！もうやだ！ここやばいって。でかい蛇が来たんだよ。そいつに引きずり込まれた。プロンプトがあっちにいる。あっちにシフト。ほら、あ、こっちの剣道が強いかも。あ、また毒った。よし、テンペストで、ウィークを叩く。オッケー。あー、また毒だ。すぐに助けるからな、プロンプト。余裕を持つ。お、回復してくれた。あ、MP バースト。さあ、まだまだゴルビン、ゴルビンじゃないや、ゴブリンが来る。オーケー。やっと倒した。これ相当レベル上げないとスラスラ倒せないな。おい、ノック。ゲ。まずい。やばいやばい。はっ、とどめ。せっ。最後だ。一匹オッケー。プロンプトがやられた。イグニス助けた。
とどめ。戦い慣れてきた。まあな。最後だ。ゲー。あとこいつか。しまった。出るなら俺が援護する。ああ、頼む。セロ。オッケー。先を急ごう。イグニスがケアルかなんかしてやってくれるかな。あ、毒消しがもうない。しかもポーションがあと1個。盗まれまくった。今どこにいる？こっちなんかアイテムあるかな。毒消しねえかな。で、こっちかな？こっちだ。いい加減つくしよう。もうゴブリン何体倒したかわかんないよ。なんだろう、ここ。これは。なんだこれ。一瞬目が赤くなったけど、新たな星の力がノクティスに宿った。ノクティスの HP がゼロになった時、雷神ラムーが星の力を貸してくれます。ラムーの召喚条件が体験版専用のものとなっているため、召喚で倒した時からは経験値とアイテムは取得できません。 OK、 出ます。あれ、洞窟これで終わり。セーブします。OK、 あ、召喚などでスモーカイを倒すと、あ、で空気がうま空気がうまそんでこれあれか、もうつまりあれだ、 HP がもうゼロになることを前提で雷神ラム召喚してベヒモス倒せってことなのかな。さあ、とりあえず経験値大量に手に入れたので、一旦チョコボの、どこだっけな。なんか落ちてる。チョコボ行ったところのショップに戻って、ショップに戻って、小屋じゃねえや、宿屋に泊まって、経験値 1.5 倍にして、還元しよう。と思ったけど、キャンプ地点があったから、そうね、ちょっとここで、また新たな料理作ってみようか。特製熟成肉の、濃厚シチュー。これ作ってもらおう。休むか。あ。ビーフシチューめっちゃリアルだよこれ。あ、3つもつく。絶好調、集中、耐性。あ、もしかして宿屋とかじゃなくて、こういうところでスキルつけてった方が効率良かったかな。あ、バット効果無効とかつくもん。行くぞ。絶対キャンプしてから行った方が良かった。あれだ、うん、OK、 じゃあ大量のゴブリンと戯れたけど、じゃあとりあえず今回はここまでで、じゃあ次回なんだっけな、スモーク会の隅か再度行きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。